はい、どうもゴンちゃんです。ついにこの日がやってまいりました。で、試合が直近にもう迫ってきてまして、今日は最高の練習パートナーに来てもらってます、有名テニス YouTuber のマチュー先輩です。 What's up guys? MTN チャンネルのマチュー先輩です。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。で、いつもマチュー先輩の動画こちら見てまして、 ありがとうございます。で、このジャックナイフの動画上げてるんですか、はいはいはい、ちょっと試合前にジャックナイフを技として覚えたいなと思って、はい、今日はそれを教えてもらいたいなと思ってます、はい、ではぜひやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。ちなみに使う場面っていうのはどういった場面で使いますか。はい、使う場面は、例えば打ち込みの時はもちろん、ドライブボレー、リターン、あとはディフェンスの高いところの処理をするのにも使えます。あ、結構プロとかもリターンでガスケとかはバックハンドで若干使います。そうですね、はい、結構使ってる選手は多いと思います。なるほど。ちょっと使うメリットとしては、はい、どんなことがあるんですかね。いくつかメリットの方があるんですけども、一つ目は、高い打点で取れる、はいはい、普段頭の上で打つと、力のないボールになってしまいますが、ジャンプして打つことによって、この肩の打点で取れるので、力強いボールが打てます、はい、そしてもう一つ、相手が準備できていない時に、打ち込むことができます。なるほど、はい、早いタイミングで打つショットなので、相手が構えられないという確かにができるので、はい、すごく有効なショットだと思います。なるほど。じゃあその、メリット2点ですかね。そうですね、今日は改善的に教えてもらえればと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあジャックナイフの練習をしていきたいと思います。はい、お願いします。まず手出しのボール出しで、体の使い方と、打ち方を、覚えていきたいと思います。はい、やることはまず左足1本でまず使ってください、はい、そこからスタートです、はい、そして、右足を上げて少し内側に入れておきます。はい、それで打つときに右足を後ろに蹴り出すようにやってスイング。やっぱ素振りでも難しい。そうですね。その時にラケットは絶対に高く構えてください、はいはい、高い打点で打ちたいので、ここ低く構えてしまうと高いところにつけないように気をつけてください、はい、それではやっていきましょう。はい、お願いします。バランスが難しいね。バランスが疲れる。しっかり体幹を使うように意識してみてください。体幹で、はいはい、体がブレてしまうとどうしても力強いボールは打てなくなってしまうので、はい、ここを意識してください、はい、体幹で。でも体の使い方今覚えられたと思うんで、遠くからのボール出しでやっていきたいと思います、はい、ジャックナイフのポイントなんですけども、飛ぶときに真上じゃなくて、前方に、飛ぶようにしてください。そうすると、体重が乗っていいボールが打てると思います。あとはしっかり高い打点で打つこと。高い打点で打てると相手が、準備していないときに打ち込むことができるので、かなり有効なショットだと思います。
はい、今一回打ってみたんですけど、はい、結構多分マシュー先輩に比べて安定感がなくて、ネットとか、はい、結構大きいオーバーとかがそうですよね、はい、なんかどの辺直せばもっとうまくいきますか。まず、打つとき、打つ前にセット、ラケットのセットが少し遅いかなという感じがあるので、もっと早く、はい、もっと早くセットして、はい、しっかりこの状態を溜めれる状態を作ってください、はいはい、そして、一気に飛んで、体のパワーをぶつけるイメージ。なるほど、はい、効くのが遅いっていうのと、溜めをしっかり作れてないと、はい、そうですね、はい、であとは、もうちょっと打点を上から叩けると、今オーバーが多かったと思うのでなくなると思います。上からもっと下に、そうですね、勝ち込むイメージ、勝ち込むイメージで、勝ち込むイメージで、はい、いければ、はい、いいと思います。わかりました。はい、それではやっていきましょう。お願いします。お、ジャックナイフ打ってもらいましたけど、どんな感じでしたか。はい、最初は結構安定しなくて、はい、ネットの下段とか結構大きなオーバーとかあったんですけど、はい、教えてもらったように構えをまず高くっていうのと、あとあのためをしっかりこう作って軸を安定するっていう、この2点ですね、意識してやったらもう球出しでほぼ全部の球が入っていったので、試合でも使えるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとあの試合もかなり近いので、そうですね、頑張ります、はい、ぜひ、はい、ジャックナイフ武器にしてみてください。はい、ありがとうございました。実は僕、はい、悩みがあるんですけどね。え、あるんですか。はい、はい、なんですか。この前ゴンちゃんの動画を見て、はい、あ、試合の動画を見たんですけども、はい、